シュバーベン戦争は1499年1月から7月にドイツのシュバーベン地方及びスイスのグラウビュンデン地方で起こった戦争。スイス同盟とハプスブルク家の間の最後の主要な武力紛争であり、これによってスイスが事実上の独立を手にしたことからスイス戦争とも呼ばれる。原因はスイスとハプスブルク家の対立、ブルゴーニュ公国の相続問題。 イタリア戦争に関わる領土拡張問題、帝国改革の問題など多岐にわたるが、1499年1月のハプスブルク軍の襲撃から7月のドルナハにおける大敗を経て、9月22日のバーゼルの和訳で終結を迎えた。この条約で勝者のスイスは後半にわたる自治を認められ、1648年の ウェストファリア条約における完全独立の先駆けとなった。紛争の原因の一つは、スイス同盟とハプスブルク家の間の根深い相互の不信感、対立心、敵意にある。スイス同盟の同盟員は13世紀後半から、かつてハプスブルク家の領土に属していた領土を徐々に支配するようになった。スイスはもともと神聖ローマ帝国の中で、 帝国直属身分を獲得しており、皇帝にのみ侵入し、皇帝の進化である諸皇や諸身分には侵入しなくて良かった。この地位のためにスイスは神聖ローマ帝国内の広範囲にわたる自治を獲得しており、特に皇帝がハプスブルク家から遠く離れた土地の大領主である時は、それが顕著だった。皇帝たちはハプスブルク家を強力なライバルとみなしていたので、 競合するために、スイス同盟をむしろ繰り返し支援し、何度もその帝国直属身分の確認を行った。そして、スイスは、かつての領土を取り戻そうとしたハプスブルク家の公爵たちに対し、自分たちの特権的地位を守ることに成功してきたのだった。しかし、ハプスブルク家によって1438年から、 神聖ローマ皇帝くらいの世襲が始まると、帝国と皇帝のスイスに対する扱いはそれまでと真逆になった。皇帝フリードリヒ三世、フリードリヒ三世の統治百4 5 2年に、ハプスブルク家のフリードリヒ三世が帝位についた時以来、スイスはもはや帝国からの支援には頼れなくなった。それどころか、ハプスブルク家の皇爵たちとの対立はすなわち、 新生ローマ帝国全体との対立を意味することになる可能性すらもあった。しかし、フリードリヒ3世の治世下では、この懸念が現実のものにはならなかった。なぜなら、フリードリヒ3世は1442年のコチューリヒ戦争でスイス同盟に反発して、チューリヒ氏を支援したり、またスイス同盟員の帝国直属身分を再確認することも拒否したものの、 フリードリヒ3世の統治には問題が多かったため、スイスに対する軍事行動を行えるほど余裕はなかったからである。オーストリアではまず弟のアルブレヒト6世と対立し、その後マーチャー主一世への圧迫を受けた。フリードリヒ3世はウィーンから追い出され、彼の宮廷は国中を放浪しなければならなくなった。帝国においてフリードリヒ3世は、 バイエルンのビッテルスバフ派系と、当時チロル派フォアアールベルク公並びに、前方オーストリア大公を務めていたいとこの、ジークムントの反発に直面した。ジークムントもスイス同盟と対立していたので、チロル司教の使命をめぐる紛争で、教皇ピウス二世によって彼が破門されると、これ見よがしにスイスはかつて、ハプスブルク家の領土であったトゥールガオを併合した。 1468年にジークムントはバルツ風との戦いでスイスと衝突し、莫大並みの白金を払うことで重要な領地を失わずに戦いを終わらせられたが、その費用は1469年にブルゴーニュコー・シャルルにスンドゴーとアルザス地方を仕入れすることで捻出したものだった。しかしシャルルはスイスと対立するジークムントを助けなかったので、 結局1474年にジークムントは領土を買い戻し永久協定と呼ばれるスイス連合との平和条約を締結した。しかし皇帝フリードリヒ3世はそれを認めなかったので続くブルゴーニュ戦争ではスイスとジギスムントは共にブルゴーニュコーシャルルと戦った。1487年ジークムントはフリードリヒ三世の娘国軍で本エスターライヒを 不王の意志に反して、バイエルン公アルブレヒト4世と結婚させ、義理の老いとなった、彼にチロルと前方オーストリアの領土の一部を譲渡した。これに対しフリードリヒ3世は1488年にシュバーベン同盟を設立し、軍事介入を行った。これは、シュバーベンの初市、セイギョルギウスの盾連盟に所属するシュバーベンの騎手たち、さらにビュルテンベルクとチロル、 フォア・アール・ベルクの伯爵たちによる同盟で、この助けを借りて、フリードリヒ3世は、ビッテルスバッハ家に、ジークムントが譲渡した領土を返還するよう迫った。マクシミリアン1世の統治皇帝フリードリヒ3世の、子、マクシミリアンは、ブルゴーニュ戦争中に、ナンシーの戦いで、ブルゴーニュ公シャルルが亡くなると、1477年に、マリード・ブルゴーニュと結婚して、 ブルゴーニュ公国とブルゴーニュ白領、ネーデルラントを継承した。ブルゴーニュ政権を引き継いで、より中央集権的な政府として拡大しようとしたが、それは結果的に1482年ネーデルラントの都市と白尺たちの反乱を引き起こすこととなった。彼らを裏で先導していたのはマクシミリアンに対抗して、ブルゴーニュ公国の継承権を主張していたフランス王。 シャルル8世とその姉であった。彼は1488年には敵に捕囚され、ブルッヘに4ヶ月間監禁されたが、フオ・フリードリヒ3世が彼の救出のために、いとこのザクセンアルブレヒト指揮下の軍隊を送ると、ようやく解放された。この紛争の第一段階は1489年まで続き、マクシミリアンはネーデルラントを占領されたままだったが、その後ドイツに戻り、 アルブレヒトを彼の代理人として残した。アルブレヒト三世は、その後数年かかって、ネーデルラントにおける、ハプスブルクの中央集権的統治を確立させることができた。マクシミリアンは、不ー・フリードリヒ三世の主導で1486年にローマ王に選ばれ、それ以来共同統治を行っていた。1490年にジークムーンとは対して、 すべての領土をマクシミリアンに引き渡すよう強いられ、また1493年にフリードリヒ三世の死に際して、マクシミリアンは皇帝マクシミリアン一世として即位し、父親の財産を引き継いで、すべてのハプスブルク家領を手中に収めた。こうしてほとんど同時に、多くの権力が神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の元に集まったのであった。一方同年、 サンリスのあ訳で、ブルゴーニュの所有権をめぐるフランスとの戦争の終結が宣言されたが、これによって、ハプスブルク家とフランスの対立は決定的になった。マクシミリアン一世は、ネーデルラントとブルゴーニュ白領を維持したが、ブルゴーニュ公国は、フランス王に譲らなければならなかった。このようなことがありつつも、マクシミリアン一世は、東は、チロルとフォアアルベルク、北は、 前方オーストリア、西は、ブルゴーニュ白領に及ぶ、スイス同盟をほぼ取り囲む地域を支配することになった。前述のように、マクシミリアン一世が、ブルゴーニュ公、シャルルの娘、マリード・ブルゴーニュと結婚しブルゴーニュ領を継承した、ことで、バロアーサ、フランス王家との大きな権力闘争が起こっていた。加えて1493年に、マクシミリアン一世が、 ミラノのスフォルツ家の皇女ビアンカと再婚したため、ミラノ公を自負するフランス王と真っ向から対立することになり、ハプスブルク家はイタリア戦争に直接的に関与せざるを得なくなった。すると、チロルとミラノの直接ルートとして、グラウビュンデン、特にバルミュシュタイアーは、ハプスブルク家にとって戦略的に非常に重要な地域となった。バルミュシュタイアーのウンブライル峠は、 チロル南部のフィンシュガウ渓谷とイタリア北部のバルテッリーナをつないでいたため特に用地とされた。しかしハプスブルク家とクール司教は長年この地域の司法権をめぐって競争中であった。しかし1363年に支配下に置いたチロル博を使ってクール司教のみならず渓谷全体を支配下に置こうと画策するとグラウビュンデンの民衆独自の抵抗組織の成立を 促す結果となってしまった。それが、ゴッテスハウス同盟であり、これが後にグラウビュンデンの三同盟へと発展したので、あった。三同盟もスイス同盟のように、広範囲に及ぶ自治を達成したが、グラウビュンデン地方を支配し、影響力を保ち続けようとするハプスブルク家との対えない闘争にも巻き込まれることとなった。実際1470年代から1480年代の、 間に、オーストリア大公ジークムントは徐々に高度手法権を、重裁バンク同盟の多くのコミューンで獲得することに、成功し、皇帝マクシミリアン一世も、この領土拡張主義的戦略を継続した。このハプスブルク家の圧力に対抗して三同盟は1497から98年に、スイス同盟と、緊密な軍事同盟を結ぶようになった。皇帝マクシミリアン一世また、 マクシミリアン一世は先代及び後世の他の新生ローマ皇帝と同様、帝国の強力な諸皇との闘争に直面しなければならなかったため、中央集権化を促進することで皇帝としての地位と提出を確固たるものにしようとした。1495年にボルムスで開催された帝国議会で部分的には成功したが、一方で諸皇に有利な譲歩もしなければならなかった。 帝国の改革においては、スータの確執と強盗騎士の無法に終止符を打つために永久乱と平和令が宣言され、その平和を実施するために新しい帝国常備軍を設置した。これによって帝国盗賊たちはそれぞれ兵隊を供出しなければならなくなったと考えられている。またこの軍隊に資金を捻出するための新たな人道税であるコモンペニーを義務付けた。 しかし一方で、マクシミリアン一世は、新しい最高裁判所である、提出裁判所制度を定めるという情報を見せなければ、ならなくなった。したがって、最高司法権は、民衆と皇帝の居場所から分離することになった。また、帝国統治院と呼ばれる諸公による、政府評議会の設立にも同意しなければならなかった。しかしスイスは、帝国議会のこれらの決議を受け入れず、 コモンペニーの支払いも明確に拒否した。スイスは自分たちの領土内で国民の平和を十分、合理的に確保することに成功していたので、ハプスブルク家の権力家の軍隊に兵を送ることも、税金を払うことにも、外国の裁判所の司法権を受け入れることにも、全く興味を持たず、むしろ帝国の提案は自分たちの自由を制限する、ものでしかないと考えたのだった。 決議の受け入れを拒否したのは、スイス人だけではなかったが、後に皇帝マクシミリアン一世は、スイス同盟に帝国はハト計を下す口実として、スイスがこのように帝国の決議を拒否した事実を利用した。対立感情皇帝フリードリヒ三世から、シュバーベン同盟にも参加するよう頼まれたとき、スイス同盟は断固として拒否していた。なぜなら、 ハプスブルク家の利益を促進するために作られた同盟に参加する理由は何もないと考えていたからであり、この比較的緊密かつ強固な北の辺境の新しい同盟をむしろ警戒していたのであった。さらに強力な貴族集団としてのシュバーベン同盟を過去200年間、まさにそのような貴族支配を否定しながら成長してきたスイス同盟は全く異質なものだと考えていたため、 心よく思っていなかった。シュバーベン同盟側でも同様の懸念が生じた。シュバーベンの民衆にとって、スイス連合の自由と独立の精神は強力かつ魅力的な手本のようなものだった。そのため南シュバーベンの多くの貴族たちは民衆が反乱を起こし、スイス同盟への支持を求めることを恐れていた。 このような恐れは、高等無形なものではなく、実際スイスは、ライン側の北部で同盟を形成し始めて、1454年には、シャフハウゼンと最初の条約を締結し、さらにロットバイル、またはミュルーズなどの都市と条約を締結していった。スイス傭兵とシュバーベン人ン傭兵の間の、競争心は、互いに、ヨーロッパ中の戦争である時には対立し、 またある時には手を携えるなどを重ねるうちに激化していった。現代ではブルゴーニュ戦争における勝利の後ヨーロッパで最高の兵士だという評価を与えられたと考えられているスイス傭兵も当時のランツクネヒトにとっては冷やかしと罵倒の対象であったという報告が認められている。一方のランツクネヒトたちもクーシュワイザーと呼ばれて嘲笑されていた。 そのような侮辱は決して軽率なやり取りなどではなく、頻繁に流血の事態を招いた。そのような事態がどちらの側の軍司令部も望まない、あるいは良きもしない衝突や、略奪的遠征を引き起こして、シュバーベン戦争事態を長期化させたのは確かである。コンスタンツ氏の事例コンスタンツ氏とその司教はこれら、シュバーベン同盟とスイス同盟という二つの勢力の間に挟まれた。 彼らは、シュバーベンに領地を保持していた一方で、1460年の併合以来トゥールガウではスイスが程度司法権を引き継いでいたにもかかわらず、コンスタンツ氏が依然として高度司法権を行使し続けていたという事実もあったため、シュバーベン同盟の存在を危惧し、スイス同盟の中リヒ州とベルン州は、コンスタンツ氏の受け入れを提案した。しかし特にウリ州をはじめ、 同盟の創設メンバーである州が反対したため、交渉は失敗に終わった。それでもやはりトゥールガウ州を分割した司法権は、首都同盟間の多くの論争の原因となっていた。そのような対立、さらにトゥールガウがスイス同盟の共同主権地域であり、ウーリ州はその管理に関与する州の一つであったことなどが影響して1495年には、 ウーリ州兵のトゥールガウ遠征を招いてしまった。この結果コンスタンツ氏は略奪を止めさせて退却させるために合計3000ギルダーを支払わなければならなくなった。このようなスイス同盟間でのさかいをよそに、ついにコンスタンツ氏は1498年11月3日に正会員としてシュバーベン同盟に参加した。 この時はまだ都市の同盟における位置づけが明確に定義されていなかったが、これがスイス人とシュバーベン人の間の対立を拡大させたもう一つの要因であることは間違いない。その後、宗教改革中にチューリヒ州とベルン州と再び同盟し、1548年のシュマルカルデン同盟に敗北した後に、この同盟との緊密な関係は最終的に断ち切られた。 1499年のシュバーベン戦争の戦役1499年1月20日に、ハプスブルク軍がフィンシュガウ警告を占有し、ミュスタヤの残ンとヨハン州動員で略奪を行った。これがシュバーベン戦争の直接の契機である。しかしすぐに三同盟の力で撤退させられ、フィンシュガウ警告上部の村グロレンツァで2月2日には、すでに休戦協定が署名されていた。 しかし三同盟はすでに、スイスに助けを求めており、ウーリ州兵はすでにクールに到着していた。急戦したことを知ると撤退したが、キトに着いた時、ハプスブルク兵の正体に遭遇した。ハプスブルク側の人々は、スイス人に対して日常的に侮辱を行っていたので、スイス人はこれを北ばかりにライン川を渡って、ハプスブルク兵を殺害した。報復として、 ハプスブルク軍は2月7日に、マイエンフェルトの村を略奪し、シュバーベン同盟に助けを求めた。わずか5日後の2月12日、いくつかの州のスイス兵が集結して、村を征服した後、ボーデン湖に向かって移動し、途中で略奪や強奪を行った。そして2月20日に、最初の大規模な戦闘であるハルトの戦いが起こった。ハプスブルク軍と、 再び遭遇したスイス軍は、ライン側の河口に近いボーデン湖岸で、ハプスブルク軍を打ち破った。ほぼ同時に、他のスイス兵が、シャフハウゼンとコンスタンツの間の兵ガウ地域に侵入した。しかし、両方の地域でスイスは数日後に撤退した。3月には、初期の朝廷が試みられていたが、決裂していた。この時、 スイスにとっての大きな問題は、統一的な指揮権の不足だった。州の部隊は自分の指導者からのみ命令を受けたため、不服従への苦情は状態化していた。そのため、スイス議会は1499年3月11日に以下の決議を採択した。同盟が戦闘状態にあるときは、おののがどの州の人間であるかに関わらず、 他軍の指揮官の指示にも従わねばならないということをすべての州は自軍の兵に強く今占めておかねばならない。一方、シュバーベン同盟は新兵の募集を完了し、3月22日にドルナッハを襲撃したが、同日の晩、ブルーダーホルツの戦いで数値的に劣ったスイス軍に敗北した。シュバーダーローの戦いの後、コンスタンツの縄文のすぐ外で、 シュバーベン兵の死体を回収する女性と死祭。4月初旬、双方はライン川沿いの互いの領土を襲撃した。スイスは、シャフハウゼンの西部、クレットガウにあるハーラウトのインキルヒの村を征服した。一方4月11日には、シュバーベン同盟側も大規模攻撃を行い、シュバーダーローの戦いに発展した。シュバーベン軍は、コンスタンツ氏のマミガミ。 ボーデンコの南岸にあるいくつかの村を占領、略奪したが、スイスの兵士たちもシュバーダーローの数マイル南にメインキャンプを設けていたので、交戦状態に入った。しかしこの戦いは、シュバーベン軍の遠征は敗北に終わった。シュバーベン人は1000人以上の兵士を失い、スイス軍に自走砲を含む重装武器を奪われて、しまったのであった。再びスイスは、クレットガウト、 平和を襲撃し、ティエンゲンやシュトゥーリンゲンなどの要塞化された小さなシュバーベント氏を略奪した後、再撤退した。東部戦線では新たなハプスブルクの攻撃がスイスの逆襲を煽り、4月20日フェルトキルヒの近くで起こったフラスタンツの戦いでもスイスは勝ち続けた。このようにこの戦争自体は、 多数の小規模な襲撃と大きな衝突の合間の両者による略奪的遠征によって構成されている。ハプスブルク軍とシュバーベン軍の連敗を受け、これまでネーデルラントをめぐる問題で手一杯だった皇帝マクシメリアン一世もコンスタンツに申請し、作戦の指揮を引き継いだ。彼は紛争を帝国戦争と銘打ってドイツ諸公の作戦に対する幅広い支持を得るために、 スイス同盟を帝国はハト系に処す宣言を出した。しかしこの策略は不発に終わったが、マクシミリアン一世はあえてコンスタンツの近くで攻撃できるほど十分な軍隊を持っていなかったため、次の攻撃をバルミュステアで再び行うことに決定した。しかし5月初旬に西部で放棄された攻撃計画は結果的に大量のスイス軍を引き寄せ、 スンド号の襲撃に発展した。ついで5月21日にスイスは、平和で、第3の襲撃を行ったが、首都カフ橋が、シュバーベンの救援部隊が十分近くに来れるほど長く、包囲戦に耐えたので、1週間後には作戦を放棄した。5月22日には、グラウビュンデンで、カルベンの戦いが起こった。三同盟は、マクシミリアン一世が援軍と共に到着する前に、 グロレンツァに要塞を築いていたハプスブルク軍を攻撃した。要塞を陥落させるとハプスブルク軍を追放し、3日後に退却するまでフィンシュガウを破壊し尽くした。マクシミリアン一世とその援軍は5月29日に1週間、遅れて到着した。激怒した皇帝は6月に報復として、エンガディン警告を略奪したが、 半月とスイス同盟からの援軍が到着すると、すぐに撤退した。この敗北によって、ハプスブルク家の本来の戦争の目的の一つであった、グラウビュンデン地方の制圧、特にエンガディンやバルミュシュタヤーの支配は、絶望的となり、戦争の焦点は、スイス同盟の国境北部へと移ることとなった。皇帝は、バルミュシュタヤーでの戦いに勝つために、ボーデン湖に退却して、 体制を立て直すことを望んでいたが、シュバーベン同盟軍側はもはやグラウビュンデンでの戦闘に興味を失い、北部での戦闘に集中すべきだと考えていたので、出兵を拒否したからである。こうして、方向性の違いによって、軍事行動は停滞し、コンスタンツに集合した部隊も行動は起こさなかった。そして、戦線全体で見ても、7月までは特筆すべきような、 ことは何も起こらなかった。ドルナッハの戦いにおけるドルネック城を描いた当時の規範が主要な戦いであり、バーズ川で逃亡軍がスイス兵に虐殺された。タインゲンの教会の要塞化された塔はシュバーベンの騎士によって爆破された。村に火の手が上がる中、主兵は命からがら飛び降りる。7月中旬までの間に、 マクシミリアン一世とシュバーベン同盟の指導者たちは、自軍から突如として、圧迫を受けた。ハインリッヒ・ホンフィルステンベルク伯爵の指揮下に軍隊が、置かれた西部では、フランダースから来た傭兵による、大規模な派遣部隊と多くの騎士が、賃金の未払いを理由に撤退すると脅したのだ。シュバーベン軍の不評も多くは農民であり、収穫の時期であるのに家に帰って、 農作業ができないことに不満を表した。そのためマクシミリアン一世は次の軍事行動を起こすことを迫られた。7月21日にボーデ電庫を横切ったライネックとロールシャッフ派からの海上攻撃はシュバーベン同盟の数少ない成功した作戦のうちの一つである。スイスの将軍検体は不意打ちを喰らい村は略奪され焼かれた。しかし西部 ドルナッハでの約1万6000人の兵士による、より大規模な攻撃の際はにわかしたてながらも強力な、スイス軍に遭遇した。翌7月22日には、ドルナッハの戦いが起こった。シュバーベン軍は、傭兵隊との長く厳しい戦いの末大敗を、喫した。彼らの将軍ハインリッヒ・ホン・フィルステンベルク伯爵は、戦いの早い段階で殉死し、 約3000人のシュバーベン兵と500人のスイス人兵士が死亡して、シュバーベン人は再び全ての大砲を失った。これがスイス軍にとっては決定的な勝利となった。戦争の最後の衝突の一つは7月25日に起こった。シュバーベン軍はシャフハウゼンの兵側から行進したが、タインゲンでスイスの激しい防衛にあった。 わずかな防御部隊がついに打ちまかされ村は略奪されたが防衛隊は重傷を負いながらもスイスがシャフハウゼンから戦場でシュバーベン兵と対峙するための部隊を送るのに十分な長さの攻撃を続けた。シュバーベン軍側の騎士と不評との間の誤解によりシュバーベン兵は撤退し日暮れ後のより大きな衝突は防がれた。年月における 初期朝廷の目論みは、当事者間の相互不信により失敗に終わった。しかし7月のドルナッハの戦いの後、シュバーベン同盟は、戦争に疲弊していた上、軍事指導者としての皇帝の能力に対して、失望していたので新しい軍隊を結集するという、マクシミリアン一世の要求も拒否した。シュバーベン軍とハプスブルク軍はスイスよりも、はるかに高い人的損失を被り、 繰り返し、スイスに装備を奪われた後は、大砲も不足していた。スイスもまた戦争をさらに長引かせることに、関心はなかったが、8月に、マクシミリアン一世がシャフハウゼンで提示した、最初の和平提案は拒否した。こうして、互いに、和平はなかなか進まない状態が続いていた。ミラノ特使が、バーゼル市役所で、マクシミリアン一世の代表団に、 和平提案を提示しており、ルツェルンからの代表者がそれを翻訳している。しかし、フランス王ルイ十二世が、イタリア戦争における戦略として、ミラノ公国を支配下に入れようとしたことで、和平交渉は転機を迎えた。このフランス王の策略に対し、ミラノの支配者ルドビーコス・ホルツァは、シュバーベン戦争が続く限り名のビアンカが、マクシミリアン一世と1493年に、 結婚していたとはいえ、スイス傭兵とマクシミリアン一世のどちらからも援助を期待できなかった。そのため、特使がレアッツオビスコンティを派遣して、スイスとハプスブルク家の調停役をさせようとした。一方、スイスの連邦議会及び戦争評議会では、フランス代表団が同じく、ミラの支配を狙って合意を妨げようとした。しかしミラの代表団は、 双方の要求を緩和するよう説得に成功し、最終的に9月22日にバーゼルで皇帝マクシミリアン一世とスイス間の和平条約が調印された。和平条約においては、マクシミリアン一世が同盟の帝国アハト家を宣言することででっち上げた帝国戦争としての戦争間を放棄し、その代わりこの戦争がハプスブルク家と スイス連合という帝国の二つの対等な構成員の間の戦争であるという実際あるべき姿の方を慎重に扱った。そのためこの文書ではマクシミリアン一世をハプスブルク公とのみ表現しドイツの王や神聖ローマ皇帝と表すことはなかった。このバーゼルの和訳によりスイス同盟と帝国の関係は1495年の ボルムス議会以前の戦争前の現状に戻った。帝国はハトケは言及されないまま廃止された。マクシミリアン一世は州の拒否を受け入れ、ハプスブルク家の領土に対する主張を事実上放棄して、独立を認めなければならなくなったため、その結果スイス同盟の当時の重州は皇室裁判所の司法権から免除された。スイスはその後、トゥールガウ地方に対して、 高度司法権を行使した以前コンスタンツ司教の支配下にあったいくつかの場所に対してその派遣を主張することができたシャフハウゼンの周辺都市を除けば戦争は結局何の領土的な変化も起こさなかったのである。グラウビュンデンでもまた戦前の状態に戻った。ハプスブルク家は10裁判区同盟のうち8つ以上の 州における権利を保持できたが、他の二つの同盟及びスイス同盟との同盟関係締結を受け入れなければならなくなった。最終的にこの取り決めは、ほぼ130年後の30年戦争中の一時的な再戦量を除いては、ハプスブルク家がプレッティガウと三同盟にあたる地区を失うことにつながった。また戦争の費用は、大方スイスのフランス、イタリア間の同盟と、 戦争による捕虜の身の白金によって支払われた。レンツブルク城正門の1596年の紋章にあるように、スイス同盟は公的には神聖ローマ帝国の一部であり続けた。帝国のシンボルである和紙がベルンのシンボルである熊をいただき、一番下にはポンエルラッハ家の紋章がある。1648年以降、連邦の紋章の上に、 皇帝の気象を置く観光は徐々に放棄され、18世紀初頭までには、主に伝統上の理由で、使用頻度が減った。バーゼルは、戦時中、慎重に中立を保っていた。スイス同盟のいくつかの州と同盟を結んではいたが、アルザス地方とライン川沿岸地域との、経済的関係もあった。しかし戦争で、市議会の親同盟派は力を増し、 スイス同盟もまたライン側の共闘法としてのバーゼル氏の戦略的重要性を認識していた。そして1501年6月9日にバーゼルの代表団とスイスの州の代表が同盟契約に署名した。バーゼル氏議会は1501年7月13日に批准した。シャフハウゼンはシュバーベン戦争中にスイス同盟と対立して戦ったため、 同盟への受け入れは単に形式的なものに止まった。1415年から帝国都市であり、1454年から1479年に更新された25年間の契約を通して同盟の順州であったが、1501年8月10日に同盟の12番目のメンバーになった。戦争が終わると、スイス兵はもはやライン側とグラウビュンンに拘束されなくなった。 州は、ミラノ公国と、カピチュレーションと呼ばれる新しい傭兵契約を結び、たちまち、イタリア戦争を深く関与し、スイス傭兵は両側に立って戦った。1515 15年のメルニャーノの戦いにおける、フランス軍の敗北、さらにその後1516年に、フランス国王との間で結んだ和平条約により、この戦争において、 自己の利益のためだけに行動したスイス同盟の関与は終わった。しかしながら、スイス連邦の個々の州からのスイス傭兵は、様々な党派への奉仕という形で16世紀半ばまで、イタリア戦争に参加し続けた。特に、フランスとの和平条約に従い、フランス王に仕えたものが多かった。スイス同盟は、独立した新生ローマ帝国であり続けたが、それは、 帝国議会への参加を義務付けられたものですらなかったので、この関係は16世紀にはその意義を失い、純粋に形式的なものへと衰退した。しかしながらスイスは依然として、自身を帝国直属身分を持つ帝国の一員であると考えていた。そして、帝国気象を引き続き使っていることからもわかるように、帝国外然として、 全ての特権、権利、または政治的アイデンティティの基盤であると考えていた。ハプスブルク家と同盟の関係は1511年の合意1474年の初期永久協定の更新1477年の最初の合意を経て完全に正規化された。その条約においては、ハプスブルク家は最終的かつ公式的に全ての古い領土を放棄し、その上同盟を ブルゴーニュ博の被護者に指定までした。さらに1648年のウェストファーレン条約では、同盟のすべての州と順州は、帝国から正式かつ完全に独立し、独自の権利を持つ国家的及び政治的存在として認められた。こうして帝国はスイスのみならず旧来の多くの地域と諸公に対してその力を行使することができなくなっていった。ありがとうございます。